يا حبيبي يا حبيبي كان ببالي روح الحجرة بقلبي شوق شعرت بحالي بعتبة بابو عند الهادي كل شوق يا هايم يا هايم من أول مرة أبو جيت وفراحك بالقبة الخضراء عند الجي يا محلاها إي والله 40 quotes of a l h a d i s i s l a m and wonder.Allah の人、Muhammad の言葉。40の h a d i s K.M. さんからこんな冊子と CD をいただきました。皆さんに紹介させていただきます。K.M. さん、どうもありがとうございました。 يا حبيبي يا حبيبي كان ببالي روح الحجرة بقلبي شوق شعرت بحالي بعتبة بابه عند الهادي كل شوق يا هايم يا هايم من أول مرة بواب جيد وفراحك بالقبة الخضراء عند القيد يا محلاها إي والله メッカカーバ神殿のキューブはモーゼ山の方を向いて建てられていると私林博は判断しましたこれがダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の中に描かれているモーゼ山ですそのモーゼ山からカーバのキューブに向かって線を引いてみますでその辺線はですね、えー、キューブの辺を正確に 横切りますメッカカーバですやや粘土によってずれがありますのでこの写真は2016年の写真を使いました、えー、左上から引いてきたラインがこれが、えー、モーゼ山から引いてきたラインですなぜメッカカーバのキューブがモーゼ山を向いているかについては今のところ謎ですしかしメッカカーバと モーゼ山をつなぎますとほぼその進捗線上にですねあのイタリアのフィレンツェえつまりダ・ヴィンチが活躍したと言われているフィレンツェが位置しますそういう位置関係にありますこの黄色い線がモーゼ山から引いてきたラインですそのモーゼ山ンの謎について次の続く動画の中で、えー、迫ってみたいと思います Bye for now Jabal el Laut is a mountain located in northwest Saudi Arabia, near the Jordan border, above the Gulf of Aqaba, at 2,580 meters above sea level. The name means "mountain of amans." Although Wikipedia writes as follows that in discussion about the location of Biblical Mount Sinai, Jabal Maghra or "burnt mountain," Is often confused with and misidentified as Jabal El Lout by various authors and investigators in the past. I Hiroshiyashi am convinced that Jabal El Laut or Mount Lout is Mount Sinai on my Hiroshiyashi's Nazca theory. Sinai山，つまり旧約聖書の中に書かれている。 ジャベル・マグラはどこにあるのでしょうかジャベル・マグラというのは、燃える山という意味だそうです。それはともかくも、シナイ山は長い間、現在、モーゼ山と呼ばれている山のことだと思われてきました。が最近の調査研究により、シナイ山はジャバル・アル・ラウツということにほぼ確定されつつあります。ジャバル・アル・ラウツ山というのは、 アーモンドの山という意味だそうです。山の頂上部がアーモンド色をしているからです。で、以下、ラウツ山と呼ぶことにします。ジャベル・マグラとジャバル・アル・ラウスという名前も一致しています。ラウツ山がアラビア半島のこの辺りでは最高峰の山であること、山頂部の色がアーモンド色であること、山頂部が 平らになっていることなどが理由に考えられています。が、何よりも旧約聖書の中の記述とラウツ山周辺の遺跡が一致したことが決定的となりました。広瀬林、浜和井、ジャパン。ステディングのン As the people complained once again asking for water, the Lord heard their cries, and he commanded Moses to strike the rock. Then, water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom by the hand of God. Erosion can be seen around the rock from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock and water flowed out. The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion. Jesus built an altar and called its name the lord is my banner here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones and was built after the defeat of the amalekites also in the encampment are the remains of these circular formations of stone used around the base of their tents this is clear evidence of prior occupation at this site では画面を見ながら説明しますで今あの動画をご覧いただきましたけどもその論文版がですねウェブサイトの方に紹介されていましたで従来はですねシナイ半島にシナイ山があるというふうに考えられてきたわけですねでモーゼ山というのがその山になるわけですけども、えー、いわゆる、まあ、ラウツ山の方にアラビア半島のですね えー、ラウツ山の方に今は落ち着きつつありますそれは、えー、旧約聖書の中に出てくる、まあ、記述内容とですね、ラウツ山周辺に残る遺跡が一致したというのが、まあ、主な理由です。主な理由と言いますか、まあ、この岩なんかそうですけどもね、まあ、モーゼがですね、この岩の間から水を出したと。そしてその水の流れた痕跡も残っていたということなんですね。で、 まあこれに対して、従来のいわゆるまあモーゼ山の方をですね、シナリ山だと説く学者たちからは今、猛烈な、なんて言いますか、反論が出されているという状況で、ウェブサイトは大変賑やかになってきています。で、これがあの、ラオツ山の周辺ですね。で、こうして神に捧げ物をした岩も見つかっていると。 遺跡も残っていると、まあ、たくさんの、ね、人が住んでいたという形跡が残って現在に残っているということですね。ですから、まああのー、モーゼ山がシナイ山なのか、あるいはラウツー山がシナイ山なのかという、まあ、議論ですけども、まあ、それについて私が、ね、介入するということはありえないわけですね。しかし、ですねナスカー理論でちょっと考えてみたいと思います。でこれがラウツー山ですね。 のそ,その頂点からナスカに線を引いてみます。すると、まあ、大変立派な滑走路といいますか、プラットフォーム、兼滑走路が見つかります。この右上から引いてきた黄色い線が、これがラウツ山から引いてきた線です。綺麗に重なるんですね。ということは、このランウェイはラウツ山の方向を正確に示しているということになります。なあち、 まあ、我々の神と呼ぶエイリアンが、ラウツ山に絡んでいた。まあ、これ必要十分条件ではありませんけどもね。まあ、十分考えられるわけですね。まあ、林博士のナスカ理論で、まあ、きちんと証明できたということになるわけです。で、じゃあ、モーゼ山についてはですね、一つ重大な、また謎があるわけです。で、ラウツ山とモーゼ山の間はですね、130キロ離れてますけどもね、 実は、ラウツ山とナスカをつないだほぼ真直線下に、このモーゼ山があります。で従来はこのモーゼ山を紫外山だと考えられていました。しかし、リオナルド・ダ・ヴィンチが大変な絵を残しました。これが岩窟の聖母子と言われているルーブル版ですけども、えー、ここに上の方にこんな奇妙な山が描かれています。この山と、 いわゆる市内半島にあるモーゼ山が一致したんですね。ということは、あのー、ダヴィンチョはいわゆるモーゼ山のことをしていたのかということになるわけですけどもね。まあ、それは当然していたということになるわけです。これがモーゼ山です。で、この山をずっとあちこち探したんですよ。あのー、森本聡さ,さんという方のね、協力も得て探したんですけど、なかなか見つからなかったんですけども。まあ 動画の中にプロンとこのモーゼ山の写真が出てきて気がつきました。もちろんこれは林博士の発見ですよ。上がダヴィンチの絵です。下がモーゼ山ですね。比べてみてください。風合い色の使い方、まあ色っていうかあの漢字ですよね。同じだということです。で、下がモーゼ山。上がダヴィンチの絵ということになります。左右を反転しますと、まあ、 どううなんでしししょうか。私は同じと判断しました。一時はあのオーストラリアのね、カタツジュータ、太平洋国に出いことで、カタツジュータを挙げたこともありますけども、まあ、これで決まったということになりますね。ダ・ヴィンチはいわゆる市内半島のモーゼ山を岩窟の成母の中に描いていたということになるわけです。 まあどうして知れたかなんて、山のことは聞かないでくださいね。ダヴィンチはそれ以上に、まあこれ以上に不思議な絵をたくさん残しています。で、これが岩窟の聖母ですけども、この中に、まああの、まあマリアン、聖母が、ヴァー,ージンがね、あの、マドンナがいるにはふさわしくないような場所がたくさん描かれている、岩が描かれているってことですね。で、実はですね、あの、 ジリスさんという方からですね、えー、まあ以前ですね、あのダ、ダヴィンチの書いてる、その、絵の背景に、そのラウツ山がある。っていうことを、もうちょうど一年ほど前にですね、実は教えていただいていたんですね。で、その時はあまり注意しなくてですね、えー、ラウツ山イコール、いわゆるまあしし、いわゆるしないザ山っていうふうには考えないでいたわけです。まあ、 しかし、まあ、今日といいますかね、えー、こうして改めて、あのいわゆる、まあ、アラビア半島におけるラウツ山を調べて、行方のおいてね、あのあ改めて、なんて言いますか、シナイ山というのはアラビア半島にあった、あるラウツ山であるという確信を持ちました。えーまあ、これはちょうど1年前に作った動画ですけども、あのはい、同じようなことを。 自分で言っていたわけですね。1月28日になっています。それで、ジリスさんのおっしゃるようにですね、この岩の漢字が、いわゆるまあ、モーゼ山のそれと似てるってことだったもんですから、モーゼ山の岩をいくつかって言いますか、拾ってみましたけども、まあ、同じものをもちろん探すことはありえないことですからね、まあ、なってますか、漢字ですよね、を皆さんに見ていただきたいなと思います。 まあ、セピアにしてみますと、漢字がよく似てるというレベルで、まあ、そうかなというふうに思っていただければ結構です。で、結論ということになりますけれども、ラフツ山が白井山であるということは、まあ、ほぼ間違いないんじゃないでしょうか。もっともこの世界はね、もうそれこそ大変多くの数のね、研究者たちがもう本当に真剣に研究している分野ですから、私のような人間がね、出る幕はもちろんありませんけれども、私のナスカリ論を使ってもですね、 えー、ラウツ山が、えー、非常にって言ますか意味のある重要な山であったということがこれでわかりました。これが、なんて言いますか、このモーゼが繰り返しになりますけども、水を出したと言われている岩です。まあ、そうした岩、あるいはその家畜を建てたあの堀とかね、そういったものも見つかっているんですよ。まあ、いろんなものか まあ燃える山ってことでね、アーモンドの山ってこととまた一致するわけですね。まあ色が濃くなってる。まあこれに対して、まあ地質学者の先生たちは別の種類の岩だっていうふうに言ってますけども、何らかの形で焼けた岩ってことも考えられなくはないわけですね。まあそれはこれからの研究によって分かってくると思います。ということで、防税山ではなくて、ラウツ山がシナイ山であったっていうことになります。まあ続くビデオ、ちょっと古いですけども、どうかご覧になってください。 Bye for now!Hello, this is Hiroshima Hayashi, h m a City Japan.Mystery of Four Mountains 4つの山の謎。Leonardo da は受胎告知という絵を描き残しています。代表作です。その絵の中央に奇妙な山が描かれています。 これがその山です。ダヴィンチはどこの山を描いたのかということを、まあ、何度も調べてきましたが今日はもう一度別の視点からこの山をについて考えてみたいと思います。4つの山今言いましたようにこれがダヴィンチの描いた受胎告知の絵です。そそしてその中央に、奇妙な、 山が描かれています。これがその山です。え次に、同じ山をですね、ウォルト・ディズニーがファンタジアの中で表現しています。ウォルト・ディズニーの代表作です。名前をボールド・マウンテンと言って、これは、まあ、言うなれば、悪魔の住む山ということになっています。なぜ、ディズニーはこんな山を描いたのか。 ということになりますね。続いて、太陽系最大の火山、タミューマセフです。このタミューマシフから南に180.00で線を引きますと、その線はまっすぐとナンマドールのあるポンペイ島を横切ります。このポンペイ島は久島と同じ形です。そしてさらに南下しますと、オーストラリアのボールスピラミッドへとやっていきます。高さは 550メートルあるんですよただややエラーがこのタビマシフとポンペイトをつなぎますとややエラーが出ます8 9キロのエラーが出ますそしてこ並べてみますと大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思いますがしかしもう一つ忘れてならない山がモリア島のモアロア山ですこの山も大変よく似ていますモリア島は 人口造成塔です。で、ライン理論でちょっと調べてみますと、この黄色い線がフィレンツェ、フロレンスですね。ダヴィンチが活躍したフィレンツェから引いてきた線です。で、カタツジュータ、モリア島と線を引きます。そしてマウントコーナー、それからウルルは新一直線につな,つながります。そしてボールズピラミッドがここにあります。というような位置関係を記憶に入れて、 続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much for watching and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto, Japan. Devil's Mountain by Walt Disney. Disney knew what Da Vinci was. Disney no Kaita, ディズニーはダ・ヴィンチの正体を知っていた。これはリオナウド・ダ・ヴィンチの描いた受胎告知の絵です。その中心に奇妙な山が描かれています。この山を拡大し陰影をつけてみます。この山と同じ山をディズニーはアニメファンタジアの中で使っています。 悪魔の山です。この両者は酷似しているというよりは共に絵であることを考えるならば同じ山と見て間違いありませんね。両者を比較してみますとコンセプトが全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。問題はなぜディ,ディズニーがですね ダヴィンチの山を使いアニメ「ファンタジア」の中で悪魔の山としたかですね実はディズニーはフリーメイソンリーでしたそしてダヴィンチの正体を知っていました続くビデオをどうかお楽しみください Thank you very much Hello, this is Hiroshi Hayashi and Satoshi Morimoto. In this video, I can't say anything about these facts, and it is 100% up to you how you think and judge. This is a story about the secret about a man named Walt Disney. Thank you very much. Hello, this is h i r o s h i h a Yashi, Hamama 浜正 Japan .Reach an unreachable s t a r w h a t Disney knew what Da Vinci was.Disney はダビンチの正体をしていた。まあ、今日は大変ショッキングな話をします。これはディズニーの代表作、ファンタジアですね。大ヒット作です。これはシリーズで出ていますが、 このファンタジアの中には大変奇妙な山が出てきます悪魔が住む山ですこれがその山ですけれどもボールドマウンテンと呼ばれていますまあこれがあのファンタジアの主題にもなってるわけですね言うなれば悪魔城ですこれ反転しました これと同じ山がですね、実はレオナルド・ダ・ヴィンチの絵の中にあるのです。これが受胎告知と言われているダ・ヴィンチの中でも代表作ですね。書いた絵の中でも。その中央に書かれているのがその山なんです。なぜウォート・ゼディニーはこの山をファンタジアの中で悪魔の山と ししたのでしょうか百分は一見にしかず皆さん自身で比べて見比べてみてください左がダ・ヴィンチの「受胎告知」の中の絵です右がディズニーの「ファンタジア」の中の山ですほんのわずか書いてありますけども基本的な構図は同じですね。 でディズニー自身はですね、この山をスロベニアの山をの中の一つを描いたというふうに公式ホームページでは説明しています。トリグラブ山の山スス、スロベニアのトリグラブ山だというわけですね。トリグラブ山。で、私はですね、このトリグラブ山を隅から隅まで調べました。 2日ぐらい、2日ぐらいというか、2日かかったぐらい、まあ、それほど大きなね、あの山じゃありませんので、あのー、調べれば、調べられるんですけど、2日ぐらいかかって調べました。しかし、ファンタジアンの中に出てくるような山はありませんでした。皆さん自身もで、一度調べてみてください。これが、まあ、スロベニアの、スロベニアのですね、トゥリーグラブ山です。 似てるかなと思う写真を集めてみたんですよ。あのまあ、これがあのデ,ィのディズニーの公式、ウォルト・ディズニーの公式ホームページで紹介されているトゥリグラブ山。この中の山の一つをですね、悪魔の山としたと、まあ、公式のホームページでは説明しているわけであります。しかし、ないものはないんですね。ただ山というのは見る角度によって非常にいうのか姿を変えますから。 あのその辺は注意が必要ですですからまあ点を打ち四方八方から調べてみましたが同じような山は見つけることができませんでしたが水さんという方からですね大変奇妙なあのピラミッドを教えていただきました、まあ、この山あのピラミッドがですねいわゆるダ・ヴィンチの絵の中のピラミッドにあ山に似てるってわけです で調べてみましたこれがそのピラミッドなんですね高さが551メートルあります海の中の部分を含みますとおそらく1000メートル近いこうした山なんですねピラミッドなんですねで皆さんこれ見られて自然のものだと思いますか私は自然のものに自然にできたと思う方がおかしいと思います溶岩の山なんですね 先がとんっていますいかにもという山なんですねピラミッドなんです高さが今も言いましたように5 5 1ルですよメートルですよ,メートルですよ海面から火山がのみでできた島群の中では最も大きいものであるとどうしたらこの火山がこんなふうに吹き出してこの山を作るかということですよねこれがダ・ヴィンチの絵です で、この今、ボールスピラミッドと比較してみますと確かによく似てるんですね。そこでダヴィンチは何をどこの島をモデルにして書いたかということなんですよね。ダヴィンチは私はこの島をモデルにして書いたというふうに確信しています。それには2つの理由がありますが、その理由はもう少し後で 説明させていただきます。皆さん自身で判断してみてください。で、ダヴィンチはですね、これがダヴィンチの絵ですね。で、それをまねて、ウォルト・ディズニーは悪魔の山としたわけです。で、ダヴィンチはこの山を、ボールズ・ピラミッドをまねて描いた。 オーストラリアのですよその理由はですねというか皆さんただ単なるこれを偶然だと思われるかもしれませんけどもその理由はですねこの地図を見れば分かるんですねフロレンスから、まあ、フロレンスねフェレンシアですからカタトゥジュータに線を引きますでカタトゥジュータからボールズピラミッドに線を引きます共に 極めて重要なまあ、キーポイントですね。そこでもう一度、ダ・ヴィンチの絵を見てみましょう。これはまた有名な洞窟の聖母ですね。この上に奇妙な山が描いてあります。この山には見覚えがありました。私が謎解き始めた頃、最初に目をつけたのがこの山でした。カタトジュータですね。まるで核兵器で溶けてただれたような山々です。 この山とダ・ヴィンチの洞窟の聖母の中に描かれている山が大変よく似ていることに皆さんどうか注意してくださいただし絵ですから全く同じ上の方が、ね、全く同じというわけではありませんこれがカタツジウタですすなわちダ・ヴィンチはこの山を模して洞窟の聖母の絵を飾ったわけですね、まあ、他に似たような山,山があるならですよ イタリアフレンチの近くにそれはまた紹介してください私が調べた限りありませんでしたでラビダ,ビダビンチはですねカタツジュウタへ着ていたわけですねそ,その証拠はこれなんですと同時にボールスピラミッドにも着ていたとそれが先ほどの受胎告知の絵であると 飛躍しすぎてるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけどもここが南極下行くと南極ボールズピラミッドはここにありますそしてナンマドールはここにあります真上が北極ですね当然そしてタミューマシフという世界といいますか太陽系最大の火山がここにありますムー大陸はこの近くにあって何かのか形でね沈んだということは十分考えられますこれがタミューマシフの火山です巨大ですね そしてカタツジうタは言うまでもなく拠点中の拠点ですねここから、えー、隣のウルルそしてマウントコーナーをつなぎますと一直線上に密着、うん、線上ですよ大地の森跡へと向かうわけですこのようにすべてが計算されていますがこれでまあ一つのなって言いますか ダヴィンチの描いた山の謎を、まだこれで完璧というわけではありませんけども、糸口をつかんだように思います。そして最後にもう一言。ダヴィンチの描いた絵と、ウォルト・ディズニーの描いた山と、絵と、もう一度見比べてみてください。なぜ、ウォルト・ディズニーはですね、ダヴィンチの絵を真似て描いて,もう真似だって、真似て描いたと断言していいですね。 構図を見てください。下のように、えー、山。私が書いたんじゃありませんよ、右は。ディズニーですよ。なぜこれを悪魔の山としたか。その理由は、皆さんもうお分かりですね。ウォイト・ディズニーはダ・ヴィンチの正体を知っていました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. アロン、this is Julius、メリリウ、and、ヒロシ、ハヤシュ、ジャパン、mount、サインアイ、エミストリー、ダヴンチ、ニュート。シナイザンの謎、ダヴィンチはそれを知っていた。まあ、シナイザンがどこにあるかということは。ずっと長い間、謎でした。で、まあ、現在シナイザンと言われているシナイザンは、シナイザンではないというのが、まあ。 一般的な見方です。で、ダヴィンチはしかしこのシナイ山をですね、岩屈の聖母の中で描いています。まあ、この山がそうである。まあ、それを精査していますと、上がダヴィンチの描いた絵、下が実際のシナイ山の写真です。まあ、なぜこんな絵をダヴィンチが描けたかということも謎ですけども、まあ、実際にシナイ山はほぼこの山に特定されつつあります。まあ、そのビデオはこの後につなげておきます。 まあ、ともかくもどこにシナイザーがあるか謎なんですね。で、それについて、ジ事スさんがこんな仮説を立ててくださいました。まあ、このモナリザの背景の山は右のまあ、場所だっていうわけですね。 であちこちの場所がですね紫外山の候補地として今まで挙げられてきましたでこれが岩窟の聖母ですけども先ほど紹介しましたように一番上にその山が描かれています。 ダ・ヴィンチはその謎をですね、暗号として書き残したというわけです。まあ、それに対してミレリューさんからこんなメールが届きました。 まあ、この山がですね、あの、ダメージの変えたにが2にいまあ,あのカタリーナ修道院はこの,あの市内山のふもとに手が作られているわけですねも。いわゆるモーゼの山ということになっているわけです。 ということです。まあ、あの、ほぼ見解は一致していますが、あの、上がダヴィンチの解体、下が、あーシナイ山と言われている、現在シナ内山という名前がついている山です。しかし、一方で、それからはるかってか、離れたアラビア半島の中に、こうしたま死内山が見つかっているわけですね。で、私が調べた範囲では、この、 あたりが、最も信憑性の高い、場所であると、判断しました。そのことについては、続くビデオ、ゆっくりと、ご覧ください。えー、ジジリさん、それからミリルさん、どうもありがとうございました。シナいざんの謎は、まだまだ続きそうですね。Thank you, and b y e h e l l o this is Hiroshiyashi, h a Hamama City, Japan.My s t i t y of Gods, Godslands, カー r v e r a n 神々の謎神々の土地カーバーと日本、えー、マウント、まあ、日本ではシナイザンと言いますけどマウントサイナイですねがどこにあるかカーバーとは何なのかそして日本とは何なのかその答えを皆さんは証拠とともにこのビデオの中で知ることができます Doka thank you very much, and bye for now. Hello, this is Ranske Taka in Tokyo, Kemiya, and Hiroshi Hayashi. Mystery of Kaver Mecca, Kaver to Mount Sinai, Kaverが示すシナイ山. えー、ランスケンさんとからですね、えー、このような、えーまあ、写真を送っていただきました。まあ、前回というか少し前にあの前方後円墳についてね、あのー、ビデオを作ったんですけど、それに対して、まあ、あのカーバので、ね、あの神殿の様子といいますか、あの敷地がですね前方後円墳に似ているというところから物語が始まったわけです。まあ、それにに対してさらに あの東,京東京の高さんからですね、さらに、まあ、追加的な資料を送っていただきました。これは現在のカーバーですよね。そして、その中、まあ、そのこれが昔のというか、それ以前のカーバ、神殿の様子だと思いますで、まあ。検証してみたんですけど、まあ、結果は同じですよね。 あのカーバー神殿の形というのは、やはりどこか前方後円墳に似ていると。だからといって、イコール同じとは言えませんけどもね、それにつ続くビデオ、このビデオをまたこの後につなげていきますが、ここで私はですね、あの別の角度からといいますから、新しい発見をしたんです。でそれについてこれからあの話したいと思うんですけども、それが、ま、いや、シナイザンですよね、えー。モーゼが、まああの 作ったと言い要するに、規約聖書に出てくるナイ山はどうなるかということは問題なんですけども、この川バ神殿をですねまっすぐと、あの角それ,もそれぞれは意味,意味があるんだそうですけど、これまっすぐ行きますとね、ここへ来るんですよね。で、この、これがナイ山あの、これはケミヤさんが私に教えてくださったナイ山の位置なんです。で、でモーゼ山っていうのもあるんですよね。その左にあるのがモーゼ山です。 そして右にあるのがケイミヤさんが私に教えてくださったシナリザなんですけどもごく最近こんなビデオが発表されましたどうかご覧ください。 As the people complained once again asking for water, the Lord heard their cries, and he commanded Moses to strike the rock. Then water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom by the hand of God. Erosion can be seen around the rock from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock and water flowed out. The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion. Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner. Here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones and was built after the defeat of the Amalekites. Also in the encampment are the remains of these circular formations of stone used around the base of their tents. This is clear evidence of prior occupation at this site. で、この水が出る岩、水が出た岩のあたりが先ほど言いました、ケ備ミヤさんが指摘してくださいました、シナイザーの近くなんですね。これは偶然の一致なんでしょうかそれとも、まあどういうことなんでしょうということで、あの、川橋神殿を調べていましたら、 別の謎が解けたということになるわけですよね。で、まあこの前方円園の形とそれからあのカーバーシンドの形が似てるということについてはですね、えー、21分41秒からそのビデオが始まりますので、興味のある方はどうか見てください。それで、えー、シナイザンについての謎のビデオをつなげます。Thank you. b y e h e l l o this is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan.Where is m o n t シナイ or シナイ。リオナルド・ダ・ヴィンチ knew it。ヒロシハヤシ・ハ・ナッジ。June the 7th, two thousand fourteen。i n Japanese シナイザンはどこにあるのか。まあ多くの考古学者の先生たちが懸命にそれを探しているわけですけれども、まあ、誰もそれが本当にどこに,どこにあるか知らないんですね。 そんな中ハーナトさんという方がですね大変興味深いビデオを教えてくださいました「えー、本当の市内山」「聖書考古学」っていうところが出している動画です。でこれがその動画なんですけども、まあ、これはあの何て言いますか「本当の市内山はどこにあるか」というテーマでですねいろいろな学者がですねここだあそこだっていうふうに論じている まあ,あの動画なんですで古文書あのなってますかあの模造ですねここだあそこだとまあ、そういう議論が続いているわけですねでシナイ半島にあるからシナイ山っていうことでもないみたいみ,みたいですねでまず、あ、こちで発掘をしながらそしてそのモーゼがですね住んでいた形跡を探しているわけですで特にあのポイントはあのモーゼがあの 神に頼んで水を出してもらったところなんですね。でまあそれをまあこのビデオの最後にまあその方が出てきてこここそその水これこの岩の間ですね。そこから水が湧いてきたというふうにしてまあここがシナイ山だっていうふうにまあこの学者はそのように結論付けているわけです。しかし本当のところシナイ山がどこにあるかわからないんですよね。しかし まあ、しかしというわけではありませんけれども最初のところにですねこの動画のところにですね最初の冒頭の部分に大変気になる写真が出てきましたでその部分だけちょっとだけ見ていただきますけれどもまあ私はこれを見てギョッとしましたです。 モーとは今見ていただいた山なんですね。実はこの山を私はずっと探してたんですね。そして森本さんという方と一緒にな1週間ほどでしたからね。毎日のように何百枚という写真をそのお互いに、ってか森本さんの方から送ってくださいまして、これじゃないか、これじゃないかって言っていた山がこの山らしいんですね。で、その山というのはこの山なんです。 この山が世界のどこかにあるはずだということでですね、えー、探したんですね。で、あそこでもない、ここでもない。まあ、ひょっとしたらオーストラリアのね、形渋滞じゃないかということで、以前作ったビデオではそのように言いました。しかし、この今冒頭に出てきたこの山がですね、上の山とそっくりなのを、まあ、ちょっと左右反転していますと、形がそっくり、同じとは言いません。しかし、そっくりなのを皆さんはあのお気づきになると思います。まあ、百分は一見にしかずといいますか。 見ていいただければわかると思いますねでこの山はどこの山かと言いますと実はこの山なんですね。この山なんですねなぜここに紫外山が書いてあったかマウントサイナイが書いてあったかということなんですね、まあも。これはそうなんです。この絵を描いた人は紫外山を知っていたんですね。 まあ断言はできません。大変よく似てるというだけで全く同じというわけではありません。これは岩窟の聖母子ですね。では今言ったその山はどこにあるかと言いますとこれから順に降りていきます。まあ、これ全体が竹内半島ですけどもこの竹内半島のここに孟瀬山というのがあるんですよね。まあ、市こ,れここを竹内山という人もいますがこの孟瀬山。 が大変よく似た山とということになるわけですただ山というのは見る角度によってもう形をどんどん変えていきますから同じあの形山を探すことはできませんでしたけれども1枚この写真を見つけました。モモゼゼ山山なわちシナイザーのモーゼ山はこの山なんですねこの山が先ほど見ていただいたリオナルド・ダ・ヴィンチの描いた「岩窟の聖母子」の山とそっくりなんですね。 まに同じとは言いませんそこはまだこれから研修しなくちゃいけないところですけどもまあダ・ヴィンチが描いたとしたらこの山ということになるのでしょうかまさにと言いますかあとは皆さん自身で比べてみてくださいすなわちレオナルド・ダ・ヴィンチは500年も前にすでにシナイ山がどこにあるかを知っていてそれを 骨の母子の中にに描き込んだとということになりますどうも、あの、ハーナットさんありがとうございました。大変なヒントになりました。またよろしくお願いいたします。バイ。